森貞万光より、振り売り、振り売り、振り売りは、近世までの日本で盛んに行われていた商業の一、形態である。ザル、木桶、木箱、籠を前後に取り付けた、天秤棒を振り担いで商品、またはサービスを売り歩く様からこう呼ばれる。棒手売りに同じ。日本馬州を一繁江図室町時代からすでに、振り売り、棒手振りと呼ばれていた。 この業態が最盛期を迎えたのは徳川幕府の治める江戸時代であった。江戸はもともと幕府の計画によって作られた都市で、初期は江戸城を中心として周囲に武家地を作り、そこに商人や職人を住まわせる形で発展していったが、士農交渉の階級によって現れた将軍を筆頭にして全く生産的活動を行わない巨大な 消費階級である武士たちのために大量の食料品を供給する必要に迫られていた。そしてその後も世の中が平和になるにつれて江戸に移住する人が増えたり火事が起きて復興作業のためにやってきた人足たちがそのまま住み着くなど1743年の江戸人別改めによれば男性の町人31万、女性21万5000。 そこに武士を足せば100万を超えるほどの人が江戸に集まることとなった。ロンドン、パリを超えた世界最大級の人口密度を持った江戸の街の隅々に食料を供給するために流通システムも巨大で複雑で細かなものに発展していきそのシステムの末端が振り売りと呼ばれる業種の人々だった。振り売りは牡蠣を持ち歩かず主に生の食材や調味料 調理済みの食品を売り歩くのが特徴で、食品を扱う商売の中でも特別な技術や知識が不要、店を構えるための権利なども不要だったので簡単に開業することができた。そのため振り売りは社会的弱者のための職業とされており、幕府は振り売りのための開業許可を50歳以上の高齢者か15歳以下の若年者もしくは 体が不自由な人物に与えると触れ書きを出した。1837年から約30年間書き続けられた森さ満万には振り売りについてさんと共とに商民の生業に売り物を担いあるいは背負い死害を呼び巡るものとあり社会的弱者も振り売りによって健全に働き生活できていたことが伺える。また森さ万には 平日より、華やかに高く呼ぶ、その死に曰く、タイヤ隊、生だこ、まだいいと呼び行くなりと、魚売りの様子をうかがい知れる文章も残されている。振り売りは、商売をする場所が決まっておらず、江戸名所図絵などは、振り売りの描かれていない、ページの方が少ないほど、江戸市中至るところにいた。前述の通り、 法律に従えば50歳以上と15歳以下の人間しか振り売りを開業することはできないが、森貞満万光のイラストにある振り売りたちにはその年齢には見えないものも多い。図に箱詰めの寿司を売る振り売り。森貞満万光より前述の森貞満万光では、油揚げ、鮮魚、干し魚、貝のむき身、豆腐、醤油、七味唐辛子、寿司、甘酒、松茸、 全財、汁粉、白玉団子、納豆、海苔、ゆで卵など食品を扱う、数十種類の振り売り商売を紹介している。中でも、冷水売りは、夏日、清しの泉を組み、白桃と、寒ざらし粉の団子を加え一案四分で売る。求めに応じて八分、十二分で売るときは等多く、加えるなり、売りし、百こい百こい。一案大概六分。 粉玉を用いず、白桃の実を加え、冷水売りと言わず砂糖水売りというと紹介されている。京阪ではこれに似たものを道端で売っている。中には悪徳な商売をする振り売りもいた。森さ満万で、あやかし売りとあるのがそれで、これは主々の偽物を欺むき売るお行とするものなりとあり、鳥、狩りなどの肉を去り、豆腐角などを肉として売る。この類、 その他主事の冒険を胸とするなりと書かれている。森さ満万光には、食品以外にも、宝器、花、風鈴、銅の器、もぐさ、小読み筆木、損、桶、焚き付け用の木くず、ざる、かや、草履、砂律、植木、小太鼓、シャボン玉など日用品や子供のおもちゃ、果ては金魚、鈴虫、松虫などの鳴き声の泳い昆虫、錦鯉など、 愛玩動物を飽きなう振り売りも紹介されており、その中には、現代も残っている、竿だけ売りや、相撲の勝負の結果を早ずりにして売る、勝負不売りも紹介されている。江戸幕府は、庶民の暮らしが豪華になるとそれを、身分不相応として取り締まることが多くあり、一つ六十分も、するような、高級な寿司を作る職人を捉えたとある。食品。 日用品を売る他に、生活の中で必要なサービスを売り歩くものある種の物品を買い歩くものも存在した。前者は、錠前直し、メガネ直し、割れ鍋直し、あんま、下駄の刃の修繕、鏡磨き、割れた陶器の修繕、タガの緩んだ樽の修繕、ネズミ取り、そろばんの修理、小達櫓の修繕、羽織の組紐の修繕、あ灯とちょの修繕、 看板の文字書きなど、修理用の道具や材料を入れた箱などを天秤棒にぶら下げて歩く姿は普通の振り売りと全く変わらない。単純に食品を売るよりも多少の職人技が求められる。校舎は紙くず、かまどの灰、古着、古傘、溶けて流れ落ちたろうそくのカスを買い歩く。江戸時代においては、紙は、 浅草市等など再生紙として利用しており、買い集め溶かしてすき直し、再生した。かまどの灰は畑の肥料に使い、古着は仕立て直すか布地に再生し、古傘は貼り直して使い、ろうそくのカスは集めて溶かして、芯を入れ直せば、新しいろうそくとして売り出すことができた。この項目で使用した画像2点は、 森さ万光を旧暇な使いに直し、国学院大学出版部が1908年に出版したもののデジタルスキャンデータによる。ありがとうございます。